私は支える波であり、私は導く風である。私は夜の星であり、私は朝の空である。私は海で生を受け、そして海で死に向かう。その碑石に刻まれた船乗りたちの鎮魂歌よ。海で生まれて海で死ぬ、リムサロミンサに生きる民の生き様ね。海に帰ることができた船乗りには、海難事故が起きぬように祈りを。大地に散った船乗りには、彼らの魂が海へ戻るための祈りを。あなた、最近サマーフォード省に出入りしている冒険者ね。噂の人さらいを追ってたんだけど、外れだったかしら。案外当たりだったのかも。やはりここのエーテルの乱れは人為的なものだったのね。人さらいを追う者がここに二人、それを襲う魔物。この剣、口封じを従っているのは一体誰なのかしら。さあ、やっつけるわよ。あなたと私の二人でね。Yeah.
タルを手にし者よ。星の声を聞く者よ。我が名はハイデリン。星の秩序を保っていた断りは乱れ、世界は今闇で満ちようとしています。闇は全てを蝕む、全ての命を奪う存在。闇に屈せぬ光の意志を持つ者よ。どうか星を滅びより救うために、あなたの力を。光のクリスタルは闇を払う力。世界を巡り光のクリスタルを手に入れるのです。気がついた？やはりこの子、無理やりにけしかけられたようね。グーブーの背中にこれが刺さっていたわ。このナイフ、ロープを扱う船乗りたちが使うものよ。どうやらこの件、船乗り、それも海賊たちが絡んでいるのは確かなようね。ところで、あなた大丈夫？エーテルにでも酔ったのかしら。戦闘の後、急に倒れたから驚いたわ。え？大きなクリスタル？一体何の話を？これは思わぬ収穫もあったものね。何でもない、こっちのことよ。私はもう少しこの件を追ってみるつもり。あなたは依頼主に注意を促しなさい。これを見せて、海賊らしき者が暗躍しているとね。これから忙しくなりそうだわ。クリスタルの光が重なるとき、また会いましょう。